まあ、たまに食べるにはいいじゃないですか。でもね、こっち横川に来た時に、お、妙義山、左妙義山ですよ、うん、左妙義山絶対上に登れると思うあ、でも妙義山はこうかっこいいよね、男らしいよね、うん、なんかこう岩山って感じで。なんか言ってない、まっこと言われたー、危ねえだぞ、小木の屋、小木の屋やってねえや、まだね、それまだやってないですね。これを旧道の方行きますからね。バイパス水峠誘導これ道なりね、道なりメガネ橋2キロ、ああ2キロ、あと2キロだ、すげえな、メガネ橋の看板出てんだ。もうちょい、もうちょい、もうこれ右曲がったぐらいのところだな、多分。あ、まだかまだか、ほらこれこれこれ、そうそうそう、ここ止めよう、ここここがまあ一応止められるスペースだ。でも水たまりだね、危ない危ない、どこにそういこうかな、俺は奥行っちゃう、よいしょ。いやでもね、この路面上はいいかもしれないよ、から出るからいいね、ここね、うんうん、そこのもうちょうど道に寄せれた感じで、よいしょ、そう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 、で俺はうん、いいんじゃないですか、よいしょ。で、あんまり近くに止めると写真撮るときにあれだから、俺はこの辺に止めようかな、よいしょ。はい、これがメガネ橋でございます。あ、取り過ぎてます来てないわけはないよし、はい、メガネ橋からじゃあスタート。はい、よいしょ。さてと、結構くねくねなんだよな、ここ。登ってんだよ、うん、ガンガン。あ、駐車場があった。あー、ここか、ここじゃ見えないんだよ、もう歩いてる。ああ、そうか、そういうことか、うん、こっから歩けと、うん、ほら渋滞するよね、軽いバイクに。うん、これしかなかったんだもんね、うん、峠越えは。なんで靴が落ちてんの。うわ、ちょっとやめてよ、気持ち悪いから。旧薄い峠を走っております。バイクで1回か2回来たかな。熊野平駐車場、本当にくねくねだな本当にくねくねだな、一瞬もないよすごいね、本当に山肌にこう無理やり道作ったんだね、これ。これもう山の造形そのままだ。そのままだね、削ってもいないね。すげえな。こんな道でも渋滞になるよね。で本当に細いところだとさ、バスで詰まっちゃう可能性もあるよね。削れちゃうでしょ。うん。いや。こんなの完全に削れるよ。ほら、バス曲がってきたら。いや結構長いな。こんな長かったっけか。あと 2.2 キロ。カーブ146だよ。うん146だった。いや今のモダード楽しいだろうな、ここ。じゃあ何、200
200ぐらいカーブあんのかこれ。なんじゃないか。ねえ。149。おお。あ、モタードだ。うん、あ、楽しいよ。ねえ、楽しいよ。一番楽しいよ。162。10ぐらいはなんとか一瞬なんですけど。10ずつ上がるのが早いこと早いこと、全部きっちり数えてたの、くれくれを。すごいな。よいしょ。もう向こう行ったら80だ。そう、なんか車で来てさ、あのメガネ橋を見せたくて、家族で車で来て、なんかその後ここを走ってて大品種買った気がする。車じゃやだもう横揺ればっかじゃん。長野県軽井沢、はい、まっすぐです。やったよ、長野県に。長野県来ちゃいましたね。あー、なんか軽井沢っぽいね。軽井沢駅南口、まっすぐまっすぐまっすぐ。いいね、やっぱ軽井沢はたまに来ると軽井沢って感じだよね。軽井沢って感じね、うんうん、軽井沢って感じ。右曲がります、この信号。はい、キューカル。はい、これは右に行きたい、キューカルに行きたい。見慣れた風景だな、ね、もう来ました、軽井沢って感じだね。こうキョロキョロしたよね。うん、キョロキョロしちゃう。軽井沢って、うん、いちいちおしゃれだからね、うん、お店も全部変わっちゃってんだろうな。うん、もう変わっちゃってんでしょ。何して40年ですから。それは変わってるよ。跡形もねえよ、そりゃ。40年前ですからね。いつの間にか。これはね、左の方、左っていうか、あの、ね、そう、それ。いや、それ、ここはまっすぐで、この今、あの車が左曲がったとこ。あ、はいはいはい。これ。あ、パン屋、この先だ。この先か。あ、この先か。ここの右入っていったどっかだよ。どっか。どっか。あれ、何？止められてるベンツ。なんだ？今日やだな、多いな。それも、ね、通り過ぎるんじゃなくて。メインの通りじゃない、うん、今のがそうか、うん、お土産物屋とか、カフェとかいっぱいあるとこ。あとこの後は人質なんでな、うん、そうですね、うん、別荘ですね。軽井沢で持ってるんだっていう。ここもよくそうだ、うわ、素晴らしいね。素晴らしい。ああ、綺麗なところは、ね、そうだね。今どうなんだろう、この辺の土地代はやっぱり値段落ちてんのかな。まあ、一時期よりはね。ねえ、どうなんですかね。まあ、俺たちが手出せるような。みんなほら。区画がまた広いよね、これ。何百坪あるんだろう、一区画。ぐーっとあって。すごいなぁ。500坪ぐらいありそうだね。あるんじゃない、ぐーっとあって。ここだもん、ほら、すごいね。うん、でこれぐーっとやってここだけで、ね、奥があったり、もうくねくねが始まりますね、ここから。よいしょ、くねくねですよ。はい、あれ、これ有料とか、マジか。有料道路いくら？200円。200円か。よいしょ、ちょっと待ってよ。
プラネが失敗した。そうか、白糸の滝、はい、有料道路だったか。うっかりしてたな。あ、2体分で。あ、じゃあごめん、いい、払っといてくれる、うん、はい、行くよ。はい、帰り取られたのか。金取るんならもうちょっとね、道を整備しろっていうくらいね。いや、だって向こうから来るみんなそうじゃん、軽いさ。ほら、ボロボロでしょ、道路、路面が。これなんですよ。渋野、渋野林道の方がマジだ。ここさ、観光バス走るんだよね、ここも。白糸の滝行くから。で、挙動をするんだよ。で、1足でしょ。で、2足。あ、2足で上がるんだ。うん、1足なのかなっていうね。ちょうど悩むスピードと、坂。軽井沢ふれあいの里。うん。なんでしょうね。もうダートだから行かないけど。あ、本当だ。山深いよ。ねえ。うわ、すごいな。原生林が。ねえ、仕事の景色の違いだよね。違うね。杉植えてないからさ。紅葉樹ばっかじゃん。すごいね。下は下そのまんま。下だね。うん、あれ払うからね、杉林は。渋滞してんのかな。道が赤くなってるな、この先。この先？まさか。いや、そんな、あ、もしかして駐車場？だって車だって全然上がってないもんね、まだ。ここじゃない？うん、ここだ。あ、大丈夫だね。バイクどっかもっと近くに止められないかな。この先駐車場ありだけど、嫌だから。うん。K、どっか二輪用ないですかね。 K、 車椅子、あ、バイク優先パーク、あったじゃない。あった、ここ。あ、ここか。前高いだけど、どうしよう。ぐるっと U ターンして頭前にしますか。うん、あ、言ってる意味分かった。分かった分かった。いや、これでよいしょ。あ、それでケツから入れる。うん、じゃあ俺こっから一回こう入っちゃって、で、こう、危ない危ない、こうするか。よいしょ。下がってるよね。うん、下がってる。よし、クリア。はい、じゃあ行きましょう。はい、白糸の滝から、クレサカ峠、クレサカ峠に向かいましょう。あー、来てるよ。草津温泉行き、バス。あー、バスね。これ車止まってんの、赤く出たの。あ、そうだね、多分そうだ。これが渋滞のマークだったんだ。あ、うん、真っ赤っかで。そりゃそうか、車がこれだけ止まってりゃ、うん、認識しちゃうんだね、これを。これ認識してるの？何で認識してるの？わからない。でも真っ赤だったよ、これだよね、認識。うん、うん、まあ歩かないで済むからいいけどさ。おお、すげえ。おー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 、何や、まあ、本ちゃんの人ですね。うん、寒いよ。寒いくらいじゃなくて。寒い。
ロマンチック街道ですよこれ。ほらなんだっけ、はいはい、金星峠から降りてくる、うん、あれに繋がってるんですよこれ。あー20度だ、本当だ、気温にも20度だ、なってた、クラクション鳴らせ。ねえねえ、これ誰も通ってないよ。ねえ大丈夫？俺ら。ほら。すごいよ。あ、ちょっと濡れてるし。ねえこれ林道だよ。ねえ、なんでいつもこうなるの？やばいって。でも Google 先生だからね、いけないの。これ誰も通ってないって。いやすごい道だね。うん、いや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 、怖いんですけど、猿が出んのが。もうまたいるで、あそこに。いるよね、うん、普通に道端にいたよね今。あれ2匹だったけど多分中に群れいるで。ねえ、うん、いやいや怖い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 、ほんと怖い。なかなかこの状況で前走るの怖いっすよ。ラッキー。いやだっていきなりあれを岩落ちたかもしれないからね。ああそうだね、うん、確かに。ビビッてもうビビッてビビるよ。ビビってるし。これ鹿出てくるの？うんうんうん、出るとしたら左から来るか。ああ左から来るね、山の上からね。あれもそうだったもん。あれ民家見えた？民家じゃないな、あれなんだ、東屋みたいなやつじゃないかな。お堂とかそういうんじゃない、これ違うかな、なんだ、不動産だよ。うわーうわ、なんだよこの道。不動の滝だって。あったんだ滝が、うん、止まる。いやいいよ。嫌だね、猿出るから。怖いよね、うん、いやあそこにいたんだからいる。いるよね、猿ダメよ、襲ってくるから。そうだよね、のこのこバイク降りちゃダメだよね。ダメだよ、だから流したんだから。道の真ん中草生えてるし。あ、なんか出たぞ。ああ出た出たわ。どっちだって。左、はい、左だと思うよこれ、うん、左だね。来てないね、うん、来てない来てない来てない、ああこの道に出たかったわけですね私らは。はい。いやー、この左の山の中出てきたの？越えてきたの？あれは一般人通る道じゃないよ、観光客が。いやー、おかしいな、でも、俺感覚的に、うん、こっちから右からこう合流すると思ったの、この道に。左から合流したよね。だから山だから。ああ。山はよくない。降りちゃダメって言うじゃん。そうですね。いやもう全然わからない。じゃあ呉坂峠これからですよ。これだ。これ。これだ。これだよ。はい、じゃあ今の道は、ああただあれまっすぐ行けば U ターンしないで、はい、この道だったんだ、うん、だよね、だね、うん、左だよねこれね、 Google 先生がね、うん、左だと思うよ、左だよね、うん、
だね。うん、いやー失礼いたしました。いやいや先生いろんなことを理解してくれてちょっと今日さらにてこいつちょうどいいからあ、はい、この道覚えてます。この間走りました私750で。あーよかったよかった、分かる道に来た。いやあんな道誰も分かんないないって時は標識も何にもないし道しかないし車が走った形跡ないし。いやー、参った参った参った。もしかしたら距離は短いのかな、直線距離は。短いのかな。なんであんな道言った？850になってもなんか後ろから見ると乗れてる感じ。乗れてる感じ？うん、あ、そう？怖くないでしょ？うん、怖くはないですね。でもね、やっぱりね、こういうくねくね走って今日感じたのは、750の方が曲がる。まあ、はいはい。まあ、タイヤのフロントの入りがいい。うん、そう、入りは全然750の方がいいですね。まあ、そのタイヤだったら露骨に右側もだよね。なっちゃうよね、これだとね。うん、左の上に何かあるのかな。山の上ってあるな、この上に。庭園、うん、あ、そう、庭園があるんだよ、この上。なんかあったな、この間。報告してるな。あ、クジラだ、これ。クジラか。うん。長くクジラだ。もう着きます。どこだどこだ。左側、左側、これだ。これか。十割そば。うん。人がいる。でも車2台。この間に止めようか。あ、まったいらだ。あ、よかった、ありがたい。よし。着いた。はい、そばどころ呉坂、うん、いただきました。美味しかった。美味しかった。うん、よし。やっぱ結局山来るとそばになっちゃうんだよな。そばだね。うん、俺らは。いいですか？はいよ、行きますよ。はい、行ってください。右側だからね、今度。もうすぐそこだよ。右だっけ？右側だよ、こっちから行って。そっか、反対から来てるの？うん、そう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 。このぐらいで。このぐらいで。はい、着きました。はい、呉坂峠でございます。ここ止めさせてもらうか。右側か、セルフじゃないな、そこな、うん、まだあるよ、うん、いやすごいね、こんな表示が出ちゃうんだね。すげえ。ここバッテンピッてやったら消えんのかな。ダメか。めんどくせえな。あ、もう点滅してる。違うんじゃない？違うんだね。こっちのコントローラーじゃない？ああ、そうなん？だってそれタッチパネルじゃないでしょ？
違うね。これ今何やってんのかと。携帯のつもりでこの人やってるみたいだけど。確かなんか手元のコントローラーでいろいろやってたよな。これか。あ、消えた。そうだ、手元だ。タッチパネルじゃねえよ、これは。ここに携帯があるもんだからさ。はい、ですね、今、呉坂峠の方から、帰ってきまして、関越外環道と使って今帰ってきました。でこれからですね、ちょっと帰りにモトラッドの方へこれから寄ります。パニアケースね、今トップケースだけついてる状態なんですけど、パニアケースを頼んであったのと、あとエンジンガードですね、エンジンガード取り付けのために、ちょっとモトラッドの方へ寄りたいと思います。はい、到着いたしました。どうしようかな、止めちゃっていいのかな。はい、というわけで到着です。はい、ってわけでですね、今モトラッドで、パニアケース、左右つけました。実はね、750の時に、事故でその左側に、飛ばされたんですよね。でだから右側のパニアケースはね、無傷だったんですよ。右側のこのこいつね、とあとこのエンジンガード、これも無傷で、左側だけ、傷が当然このエンジンガードとそれからこのパニアケースが、左側だけは当然傷が入ってたもので、いわゆる、保険の方でね、それは一応対応ということだったんですけども、右側はこの750についてたエンジンガードとパニアケースで、左側は、その傷が入っちゃったので、別に、買い直したやつを、納品待ちということ で、で今日まとめて両方つけてもらったということなんですね。で今日もちょっとね、この380キロぐらい走って、行き帰りの高速なんかで感じたこととしては、このこれですね、これこいつが750よりは結構大きめの、大きくはないんだよ、ただこのいわゆるこういうね上に上がるんですけども、それでもやっぱりサイズ的にはちっちゃいので、やっぱこのぐらいの高さ、あと15センチぐらい高いやつに付け替えた方が高速走行時はちょっと楽なので、それをどうするか、いろいろつけてる方の動画を見てて今ちょっと考えてるのが、ワンダーリッチのやつ、プロテクション的にはいいのかなという気がしてるので、それをちょっと今後つけるかどうするかね、ちょっと悩んでます。はい、はい、てなわけです。それでは本日はこの辺で、失礼いたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。さようなら。